懐かしい滋賀が映像で蘇る懐かし賀。これは1973年の安土古城祭りで行われた和船競争の様子です。まずはそれぞれデコレーションが施された和船が琵琶湖の上をパレード。安土城やおみこしのデザインが見受けられます。何やらお魚を放しているようですが、儀式でしょうか。そして競争する和船が出発地点に集まり、レーススタート。長い貝を器用に使って漕ぎ進めていく当時の皆さん。力強い和船競争の映像でした。